私の実家が JR の国立というところにあるんですがねそこに親類以上に親しいお家があるんですよそのお家では幼稚園をやってるんですがある時に「ジュンちゃん悪いんだけど頼まれてくれないかな」って言われたんですよそれは民放のラジオなんですが出前盆踊りっていうのがあって幼稚園の中に行って盆踊りをするんですそれをやりたいって言うんですよねたまたま私その局に知り合いがいましたから 連絡をしましたら二つ一つ返事で「ああいいよそこに行くから」って言われてくれてねおかげさまで番組もうまくいきましてねそれで私お礼の電話を局の方に入れたんですよそうしましたらディレクターが出て「ああ純ちゃんおかげさまでうまくいったよ」って言ってくれたんで一言お礼を言ったりなんかしてねそしたらディレクターがところで純ちゃん話は違うんだけどさ 帰りなんだけど国立のどこの立川の間の踏切うちの車が通ろうとしたらいきなり止まっちゃってさそれかどうもおかしいんだよ <laughs> 変な踏切があるんだよねって言うんで「どりどのあたり?」って聞いたら説明してくれるんですよこんな道を行ったら間分かり捨ててどうのこうのってあ,あそこね 有名って言ったらちょっと語弊があるんだけども事故も多いし実際飛び込みも自殺もあったりしてさけどなんでそんなとこ行ったのって聞いたらいやおかしいんだよね道は分かってるんだけどどう通ったかそこ行っちゃってねよくそのこう車通れたねあの細いところうんでもそんなところなんだんちょっと面白いな調べに行こうかなって彼が言ったんですその記憶はテレビも兼ねてやってるところなんで その彼がその車をテレビの担当の方に話をしたんですよね。そのことをテレビの担当に話をしたんですよね。それでその場所に取材に行ったって言うんですよ。でもそれからしばらくしても話が来ないもんだからどうなってるって電話で聞いたんですよ。そしたらその彼が「純ちゃん来てくれる?」って言うんです。それで彼に会ったら「純ちゃんあそこすごいね」って言うんです。話を聞くとね あの踏切に行ったそうですよそれで一応レポーターというか女の子を踏切に立たせたそれもどこで調べたんだか朝一番の電車が通る時間帯にそういう不思議なことが起こるっていうんでその時間に合わせて撮影したんだそうですよどうやらその時間帯の列車に今まで飛び込み自殺なんかがあったそうなんだなそれでレポーターの子を立たせて隠れるようにその子を撮影したっていうんですよ で、でポラもあったったて言うんですね。さあ来るぞ来るぞって思って待っていましたら立川方面からビーッと電車の音がして電車の明かりとともにこちらに電車が来る音がするそれでカメラ回ってるポラも準備してある女の子は緊張して立ってるわけだだんだん,だん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 電車が近づいてくるわけだ そうするとどうしたわけかそのリポーターの女の子はふら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 揺れ始めたって言うんです危ないなと思って何かがあったら飛び出して押さえようと準備していたわけだふら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 もう女の子は揺れてるよく見ると女の子がもがいているように見えたって言うんですねなんだと思いながらもカメラを回しているすると女の子が何か言おうとしているけど声が出ないような仕草をしている 列車がどん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 やってくるそうすると女の子が踏み切りの中につん,みのつんのめるようにして飛び込むような仕草を見せるでも女の子の足じゃなくて誰かに押されてるように見えたって言うんですよね危ないってみんな駆け寄って女の子を掴んで引っ張ったもう電車はすぐそこまで来ていた「や危ねえじゃねえかどうしたんだ」って聞いたら女の子も涙ぐんで震えて女の子が「分かりません でも誰かに突然押さえつけられて押さ,押されたんですっていうそれで確認してみようってことで車で確認したらカメラの映像の方には何も映ってなかったけど何枚か撮ったボラの方に映ってたって言うんですよ向こうに明かりがあって列車が来る瞬間女の子が揺れた瞬間ですよね後ろにいつ来たのか白い女の影があるそうなんですよ 次にその女が後ろにしゃがみ込む。それで彼女が線路につのめった瞬間、その女がしがみついて彼女を押してるっていうんです。純ちゃん、これ撮れたけどさ、これ番組じゃ使えないよね。怖いよね。これさ、俺思うんだけどさ、あの踏切で亡くなった人ってみんなが自殺なわけじゃないよね。みんなが事故って普通じゃないよね。それでこの写真を見せられたことがありましたよ。 今ではずいぶん通りに民家ができちゃいましたね。周りの雰囲,雰囲気は変わりましたけどね。中央線の線路ではそういう場所がいくつかありますが、やっぱりあれは何かがいるんですよね。